春の交通安全県民運動が明日から始まるのを前に、山形市で出発式が行われました。私たちは左右をよく見て安全を確認してから道路を渡ります。県民運動は交通ルールに不慣れな新入学児童や運転に慣れていない新社会人などの活動が活発化するこの時期に行われています。出発式には警察や交通安全団体などからおよそ75人が出席しました。県警によりますと、今年県内で発生した交通事故の件数は660件で、亡くなった人は3人と、いずれも去年の同じ時期より減少しています。運動では自転車ヘルメットの着用や、思いやりと譲り合いを意識した運転などを重点的に呼びかけます。自ら事故に遭わないように気をつけるとともに、相手に対しての思いやりという気持ちを大切にしていただいて、お互いに事故を防止するという気持ちを持っていただければと思います。春の交通安全県民運動は明日から15日まで行われます。